なんかね、なんかね、バグってるの。一個は一人で、一番最初の愛を君に愛を僕にの一番最初の3つ目はゆずぽさんとの写真を こんばんは、誰もありがとう。遅れてますか？今日1個？本当にさ、なんかさ、一昨日もなんかおはようメールが2回なんか1回かわいい、かわいいじゃないの。覚えてくれたの。でも案外簡単なんだよ、サラノラって。覚えたら簡単だよ。皆さんも覚えてください。電波も悪い。え、な、電波が悪いのかな。全部電波のせいかな、わかんないけど。配信も固まる。え、電波のせい。電波のせいか、全部。そっか。カーネーションかな。え、ちょっと今ちょっといい女じゃなかったですか。ちょっとカーネーションかなとか言っちゃって。言っちゃって。あ、カーネーション、母の日だから、カーネーション、カーネーションか。笑っても思い、明日のツーショットに向けて私前髪しっかり、もうすごいいい感じに伸ばして、理想的な前髪です。今日わかるでしょ、もう理想的な長さになったので安心してください。安心してください。ありがとう。今日はお仕事して自主練して焼肉食べちゃった。ココアちゃんとまた焼肉食べちゃった。ハマっちゃった自主。仲良しじゃないよ、仲良しじゃない、仲良しじゃない。こんばんは。今日はね、誘導ってよりね、向こうから仕掛けてきた。向こうからの仕掛けに近い。5時ぐらいになったらさ、もうさ、お腹空いたってさなっちゃって、でずっと5時からもうずっとお腹空いたって言ってて、結構遅い時間までやってたんだけどさ、もうさ、なんか「まあ焼肉食べたい」ってサラが言ったら、「へえ、それな」って言われて、で「めっちゃ食べたい」って言ったら、「行っちゃう」みたいな。行っちゃうみたいな。これは向こうから仕掛けてきた。ツーショットです。私は21レーンだった。一番後ろ、分かりやすいよね。21です。間違えないようにしてください。でもさ、めっちゃ分かりやすくない？ 21 めっちゃ分かりやすい。うっそ、なんで？ Wi-Fi 切ってみました。Wi-Fi 切ってみた。
どうですか。なんでだろう。これで変わらないならもうなんかショールーム側かも。まあ本当？私のギガが死ぬけどまあいいよ。みんなのためならギガを殺すよ。21なんですよ。わかりやすいよね。わかりやすいでしょ。ああ、もらっちゃって、サラのギガ。意外とさ、低速でも生きていけるんだよね。え、でもなんか低速でも配信はできるんだよね。だからなんか私の人生なんかショールーム配信できれば割と携帯低速でも大丈夫。メール来た？なんでだろうね。何が違うんだろう。やっぱさ、いやでも今日外にいたから別に Wi-Fi のせいじゃないんだよね。メールがバグってる。明日聞きます、マネージャーさんに。なんで送れないんだろう。じゃあゆずぽさんの可愛い写真もみんな送れてない？まだ低速じゃない。さすがにね、10日だからまだまだね、耐えてるよ。10日はね、大丈夫。低速ね、ありがとう。みんちゃん、明日なんかしれっと送るね明日しれっと送るね。もうなんか一回も送ったことないですよみたいな感じでしれっと送るね。こんばんは。でもさ、今日さ、ちょっとさ、あの前回はカルビだけじゃなくてなんかハラミとかも食べたのね。でもさ、今日さ、なんかすごいさ、カルビをさすごいいっぱい食べたらさ、胃が痛い。胃が痛い。やっぱ結構来るね。高三のさ話じゃないよね。カルビ胃に来るねとかって言ってさね。19日の S 出れると思ってて、今日もそれの練習してたんですけど、なんか出れなくなってました。なので本当に18日が最後、本当に最後です、研究生として。その出れると思ってて、だから昨日もなんかもうまた出れるっていう体で先輩たちとも話してたから、本当にさ、なんか悲しい本当に悲しい。なんか最後だと思ってなくて、最後だったから悲しいです。こんばんは。うん、ね、ね、昨日は本当になんか出れると思ってて、思っててさ、だからさ、最後じゃないと思ってたらさ、最後になっちゃった。本当にめちゃくちゃなんか悲しい、寂しい、悲しい、寂しい。こんばんは。
冷麺とかビビンバ食べない？食べる？ありがとう。めっちゃ寂しい、もうめっちゃ寂しいです。普通にお母でしょ、ありがとう。めっちゃ寂しい、めっちゃ寂しい、めっちゃ寂しい、めっちゃ寂しい。なんかもっと最後だと思って出たかった。めっちゃ寂しい。こんばんは。泣かないけど泣かないけどさ、ねえ、キミエさんともさ仲良くなったのにさ、もう出れない。こんばんは。締めで食べるの？すっごー、胃がおっきいんだね。こんばんは。なんかさ、締めってあんまさ、私なんか締めない締め食べない、締め食べないんだよね。なんか締め食べない。あと、ありがとう。ひみちゃんがあの子可愛いよねって話して。私？私ですか？私？こんばんは。コカちゃん？だるま、ありがとう。そうなんだ。そう、締め食べたらさ、なんかね、なんかね、ほんと？うらぴよですね。うれぴよぴよですね。本当に優しかったんですよ。本当に優しい。こんばんは。そうなんだ。そうなんだ。お酒飲む方はあれなんだ。ご飯食べないで焼肉食べるの。アウトアウト、それなしだよそれなしだよ。焼肉でご飯なし？なしだよ、それは。それダメだよ。麺の締め食べる？食べないよ、食べない。こんばんは。ダメだよ。だってお肉食べたらビールが飲みたくなる。わかんないそれなんでなんで。焼肉はご飯でしょ。焼肉ご飯なしが普通って言ってる。焼肉はちょっとタレを多めにつけてご飯と一緒に食べるんだよ。ちょっとちょっとちょっとダメだよ。こちゃ、ありがとう。ダメだよ。ビールって美味しいの？あと、ありがとう。なんかさ、ママもさ、ビールとかさ飲まないしさ、あんま美味しくないって言ってる。だから私も多分ね、ママと同じ味覚ならね、好きじゃないビール。こんばんは。いいね、さらちゃん炭酸好き。ご飯でしょ、ご飯でしょ。みんな
ご飯サータンワイン似合いそうだってちょっとおしゃんじゃん、ちょっとおしゃんな見た目してる。へー、でもさ、なんかさ、ワインのさ、こういうさ、グラスあるじゃん、あれにさ、なんか憧れる時期ってありません？私あれにリンゴジュース入れて飲んだりしてた。こんばんは。あ、どうもありがとう。サータンはカシスオレンジが似合いそう。何それ、オレンジの品種ですか？オレンジの品種で似合うって言われたら初めてかも。八作が似合いそうとかそういう感じ？初めて言われた。ポンカンが似合いそうとかそういうこと？おうおうおうおお。あ、ね、見て、プレゼントでさ、いただいたモモンガちゃんです。ありがとうモモンガちゃん。でもさ、もったいなくてさ、使えない、どうしようか迷ってる。もったいなくて使えないから、もう飾るか。でも飾ったらなんかトートバッグなのに、なんかトートバッグとしての意味をなしてなくて、なんかかわいそうかなって思うし、このトートバッグちゃんが。でもだからといって使ったら汚れちゃったらなんかもったいないなって思うし、だからどうしようかなって迷い中。ありがとうママが、ありがとう。かわいいよね。カクテル、カシスとオレンジのカクテル。やばい、カタカナすぎる、やばい。カシスリキュールにオレンジジュースを混ぜ、オレンジジュースのお酒ってこと？使った方がいい？ね、そう、発作とかさ、根幹とかそういう話かと思った。そういうのかもしれないと思った。かわいいのこれ。でもどうしようかなって迷ってる。もったいないんだよね。もったいなくてさ、なんか、あ、どうもありがとう。まあ、本当？使おうかな。欲しい、ありがとう。あ、どうもありがとうございます。発作の漢字は今初めて知った。でも初めてなのに読めたってことは知ってたってこと。そういうこと。だから要は頭がいいってこと。なんか18日当たった方多い、嬉しい。水呂2本用意しといてください。だるまさん、ありがとうございます。18日外れたよ外れたよ、なんか当たったよのなんか流れでさ、外れたよって言われるのもなんかなかなか意図おかしい。こんばんは。こんばんは。噛んで読んだだけやろとか言われてる。違うよ、知ってたよ。何言ってんのよ、知ってたよ。こんばんは。何言ってんのよ。こんばんは。まあなんかさ、まあ公演外れても、でもさ、また次があるじゃん。いつでも会えるから。こんばんは。いい意味で、いい意味でいつでも会えるアイドルなんで
毎日ヘアピン変えておしゃれ。え、ありがとう。ママにあのピンとかつけた方がいいよって言われた。言われてからちゃんと意識してつけてる。偉いでしょ。あ、偉いでしょ。結構偉いと思ってる。外れてションションしてる。何それ。新しい動詞なんだけど、ションションする。新しすぎる。19日アイアイ公演申し込みました。あ、私出てないです。すいません、出てないです。それ出てないの。ならいいや。なんか初期の頃はなんか清楚清楚ですみたいな言わないとみんなが清楚じゃないよって言ってきたんだけど、最近はもう本当になんか私清楚って言ってもらえる。普通に大人になったのかな。そういうこと。こんばんは。違うよ違うよ。普通にさ、お見送りで言ってもらえたりするんだよね。気使ってくれてるのかな。ハムスターって可愛いよね。いや普通に便利じゃないですか。ひまわりの種でさ生きれるしさ、ほっぺにさ詰めとけばさ、授業中でも別にさいくらでもお腹空いたら食べれるしさ、いいよね。ハムスターってすごいいい生き物。ただ寿命が短いからちょっとかわいそうだけど、でも寿命が短い方がさ、なんか逆に幸せなのかもしれないよね。ね、今日 S 公演の練習しててさ、でももうやらないやらないなって。ほんまな、なんかほんと寂しくなりました。サラダもほっぺにグミ詰めて公園出て、え、めっちゃいいじゃん、めっちゃいいじゃん。なにこれ、クマさんカーネーション、ありがとう。クマクマクマ、かわいい。母の日ギフトかな、ありがとう。こんばんは。何も貢献できないからしょぼいけど、なんてことを言うの、なんてことを言うの。もうこうやって見に来てくれてるだけで貢献してるよ、私の心に。心にフラワー。友達の時に食べるよね。出ないんだって、もう出ないんだって。食べることも不可能じゃん、冷たって。ママじゃあもう時間がないのさ、異形のダンスのさ、もうこうやって顔隠してるところでさ、もぐもぐしてさ、でシューンって飲み込むしかないよね。
ありがとう。わかんないよ。帽子の中にグミ詰めといてもいいよ。確かに。確かにね。確かに。確かに。確かにね。確かにね。こんばんは。あとありがとう。でもさ、普通にさ、マジックでさ、帽子からハト出てくるのってさ、あれ種明かし誰か知ってますか？誰か知ってる？知ってる？あれ私永遠にわかんないんですけど。以前仕事で飛行機にグミが取り残されてて、取り残されててなかなかの事故だった。飛行機にグミが取り残されててなかなかの事故だった。飛行機にグミ忘れたのかな。確かにそれはなかなかの事故だね。事故だ。二重になってんだ。あー、ちょっとかわいそうだね。そうなの？動かなくなるの？そうなんだ。なんかマジックってできそうでできないよね。なんか種明かしさ、知ってもさ、なんかうまく演技じゃんね。演技だよね、あれは。演技力。カネージョ、ありがとう。人が真っ二つになるマジックってすごいよね。あれわかるよ、サラ。悪い顔してみた。わかるよ。あれの種明かし、わかるよ。カネちゃん、ありがとう。わかるよ、本当に。あれわかるんだよね、サラ。あれは本当に真っ二つになって直してる。そう思っとるきな。そう思っといてもいいよ。なんで知ってるかって、気づいちゃったんだよ。気づいちゃったんだよね。まあ皆さんは知らなくてもいいと思う。星、ありがとう。星、星、すごい、すごい星流れてくる。星星、それもね、わかるんだよ。もっと言ってみ、もっと言ってみ。マジックさら、ただなんか知ってるの結構あるから言ってみ。おし、ありがとう。どうもありがとうございます。
あ、どうもありがとうございます。トランプの数字当てる、え、知ってるよ。知ってるんだけど、知ってるよ、サラ、それめちゃくちゃ知ってる、知ってるんだよね。スプーンが曲がるマジック、知ってる、知ってる。知らないわけない、別に知ってる、あれだよね、知ってるよ、知ってる、知ってる、めっちゃかわいい、イエーイ、めっちゃかわいい、ありがとう。グラスの中をコインが通るやつ、知ってる、知ってる、知ってる、あれだよね、わかるよ、わかるよ、知ってる、知ってる、最近知った、最近知った、わかるよ、あれだよね、ガラスの中通る、通るやつだよね、あ、お札破れるやつも知ってるよ。お札破れるやつも知ってる、みんな知ってる、トランプがレモンの中から出てくるやつ知ってる、知ってるよ、あれでしょ、レモンのね、わかるよ、わかる、人が水中から脱出するやつ知ってるよ、知ってる、知ってる、知ってる、それわかる、それ見たことある、わかる。サータンマジシャンになる、ちょっと目指してみようかな、マジシャン。結構さ、この顔を使ってさ、だからなんかマジックしてさ、決まったらさってやってみる。やってみようか。え、でもね、ちょっとね、マジックはね、興味あるよ。でもなんか私の場合結構なんか失敗しちゃいそうっていうか、なんか自分の中で失敗しちゃいそうな感じがするから、あんまやらないんだけど。サラちゃんがかわいすぎるの、知らない。知らない、それは、それは知らない、それは知らないな。こんばんは、知恵の輪めっちゃ懐かしい、やばい、知恵の輪懐かしい、知恵の輪懐かしすぎ。いやでも知恵の輪でも結構私のジーニアスな一面が、ジーニアスな一面、ジーニアスピース、ジーニアスピース見えちゃったからさ、みんなにバレちゃったから。ハマっちゃったこの顔。心がハマっちゃったよ、どうしよう。13位サータン、12位サータン、11位サータン、10位サータン、9位サータン、8位サータン、7位サータン、6位サータン、5位メロンソーダ、4位サータン、3位サータン、2位クロワッサン、1位サータン。ということで今日はサータンアバター大量発生、イエーイ、ありがとうございます、テレマカシー、テレマカシー、どうもありがとう。あ、こっちか、明日はツーショット会です、ツーショット会です、楽しみだね。明日配信夜かな、夜かな、夜の方がいいかなと思ってます。で多分帰ってきたらさ、あれだから明日ポリスだけど、また別の日にポリスで配信するね。多分配信するのは私服になるから、また今度
ポリスもう一回来てやるね。月曜日とかにやろうかな。いつもありがとうございます頑張ってみんな頑張ってみんな頑張って。待ってまーす。おいおいおい、アバター変えるの早いぞ。アバター変えるの早いぞ。ちょっとまだ10時じゃないからね、ちょっと早いよ。そのもう終わったなって言ってアバター変えるのやめなさい、やめなさい。ありがとうございます。おやすみみんゼミ、おいしいもの食べてね。みんなみんなおいしいもの食べて、みんなおいしいアイス食べて、甘いアイス食べてね、食べてね、おいしいもの食べてね、アイス食べてね、アイス食べたらおいしい。